はい、どうもこんにちは、ナナユウです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2014年度の早稲田大学の入試問題です。えー、範囲は複素数ですね。数三複素数だと思っていいかなと思います。と全化式の融合ですね。えー、っと zn かける zn 足す1イコール2分の12分の1たすルート 3i の n マイナス1乗という形の全化式になっていて。 まあ、この処理の仕方をどうしたらいいかっていうところで悩むところだと思うんですけれども二分の1たすルート 3i というのは1の原子6乗根ですねこれえー、とローって書いたらーの6乗イコール1ですねそれのお解になってますよねで一番基本的なものをですねコサインでいうと,、えー、と60度コサイン6 0度たす i サインの60度っていうかけるやつです でえっ、ー、と Zn を求めようっていう問題えッ、ー、コ1を飛ばしてカッコ2からあ、えー、っとにしてますけれどもまああのー、ちょっと優しいので、ね、少し難しめにしてます。でこの全化式の解き方ですけどもちろんあのログを取るとかまあ積だからその考えたりするかもしれないですけど複素数なので基本的に高校生はこれログ取れないですよね。だから まあそのえっと別のやり方を考えなきゃいけないかなと思います。ちなみにログは複素数でも定義ができて、えっとログの z っていうのは計算ができるんですけどね。ただこれはちょっと注意しなきゃいけなくて、つまり z の値をえっと re i シーターっていう形にこう書いたときに、この極形式で書いたときに、i シーターってコサインしたとさ、アイサインシーターのことですよ。 r コサインシータ足すアイサインシータっていうふうに書いた、えー、ときにえっとうんこれはえっ、ー、とまあ REIC っていうふうに書いたときにログ R 足すまあこのログっていうのはえー、と通常数のログで、えー、ログ R 足す IC っていう形で定義するんですまあこれが主値と呼ばれるものですね地はあの θ、えっと、はマイナス π からだい、えっとパ π までで取ることが多いかなと思います。これが出値ですね。ただ 2πi の変形、えっと、変革を 2π 倍足したものも答えになるわけですよ。要するに無限多可関数なので z の取り方としてこの θ の,のり取り方は無限にあるわけじゃないですか。この範囲に制限すれば一時的に決まるけれども、えっと、複層平面で考えた時にえっと そのシーターの取り方は無限にあるのでここは 2π 倍したものは全部答えになるわけですだから1に決めることができないわけですねこれこういうふうに決めると π からマイナス π にジャンプした時に連続関数じゃなくなってしまうんですよそれはそれで困るので、えー、つなげてリーマン面っていうのを考えていったりするわけですまあだから1過関数ににするのには工夫が必要なんですよ、ね、まあまあその話は別にするつもりはないんですけれども 単純にログ取って計算するっていうことも複素数,数だと,、えー、と単純なその指数法則にあたる対数法則ですねあれが、えー、集合として等しいっていう形になるので、えー、と単純にその、えー、と扱えないんですよ、まあ、いわゆるその例えば2を前に下ろすとかそういったことも成立しなくなってしまうんですねなので、えー、と扱いが難しいんですねこれあの回答することは可能だと思いますけれども えっとまあ慎重にやらないといけないという話です。えー、複素数の話をするのはまあ今回はやめときます。まあいずれねお、えー、まあまた今度にしましょう。えっ、ー、とこの全化式ですねどうやって解いたらいいかっていう話ですけど、z n かける z n たす1これを、えー、2倍のローの n のマイナス1をという形に書いて。 でえっと解差取ったやつですね n に n-1 を代入したやつを書きますこうやってそうすると2分の1ローの n-2 乗になりますよねでこれにローをかけるとえっとここにローをかけるとここはかけるローになって n-1 乗になるんですよとすると引き算するとこれ0になりますよねこれマイナスするとそうすると z n かける z n たす1からロー倍の z n マイナス1かける z n で右辺はちょうどこれとこれが等しいのでこれとこれがイコールなので0になるわけですここ。ということで zn でくくれば z n プラス1、えー、ロー倍の zn-1 イコール0という形になって 明らかに zn は0ではででないので、えー、全ての n に対して、えー、zn は0ではないので、えー、zn+1=0、えー、倍の zn-1 っていうのが全化、えー、式として出てきます。これ等比数列の形ですよね。ただし偶気が分かれている形ですね。偶数のパートと奇数のパートでは。 形が異なる前科式ということとですはいというわけで2番は、えー、と偶数のパートと奇数のパートに分けて答えをし、ま、書きましょう 2K という偶数のパートだけ考えると偶数の場合は K に1が入った場合ですから、まあ、1から始まるってことは2分の1から始まるってことですねで、えー、Z2Z4Z6 っていうふうになっていくでその場合にそのこれえっ、ー、と Z2 に対して Z4 はこれは、えっと、公比がローになってるわけです。公比ローロの等比数列なので、えー、っと初項が二分の一ということで、えー、公比がローなので K-1 乗ということで、まあ、こういうふうになると。えー、っと1プラスルート 3i ということですね。の K-1 乗。 こんな風になにるってことで,す、ね、で z の 2k-1 だったら奇数で z1 から始まります。z1 から始まって次は z3z5 ってなっていきますけどそれも公費がローなのでローの k-1 乗ということで、えー、答えは2分の1たすると 3i の k-1 乗と。2分の1がつくかつかないかの違いですけどえっ、ー、と。 まあそれでね、空気で分けなきゃいけないということですね。えっ、ー、とこれが答えでいいと思います。まあ、本来 Zn で n が偶数と奇数で分けてまあ答えた方があまあよりベターかなという気はしますけれどもこれでもまあ十分答えとしては使えるかなと思いますね。はいじゃあ3番に行きましょう。えー、3番は、えー、とシグマの計算ですね。k=1 から n=1 って書いてあるので n に統一しましょうか。 n=1 イコール1から、えー、2002までの Zn の和ですねだから Z1+Z2+Z3+ ってなってますけど Z1 は1で Z2 は2分の1で Z3 はこれにえっ、ー、と Z1 にローをかけたもんですねで次は、えー、Z2 にローをかけたもんですねで次はえっ、ー、と交互にローをかけていって ものなので1、えー、つ前のやつを見ればいいのでこれで、えー、とコーヒーこれもコーヒーローになってるので2分の1ローの2乗っていう風になっていってこれローの3乗これから見てこんな風になっていくわけです2分の1ローの3乗とえっ、ー、とじゃあどこまで続くのかっつったら Z, Z の2002まで続くわけですねで Z の2002っていうのは これえっと偶数の方に入りますよね。こっちに入るんですよ。で、k がにえっと千千一の時ですよね。千一の時にえっとここにえっと k に千を一を代入したらここ千になるじゃないですか。だからえっと二分の一のローの線上で終わるってことです。で、その手前はえっともちろんローの線上があるわけですよ。こうやって。 たす二分の一のローの三乗、これで終わるわけです。いいですか？で、えっとローの六乗が一っていうこの条件ですね。えっとこの計算する上でこれが必要ですよね。えっとこの因数分解をして一たすローたすローの二乗たすローの三乗たすローの四乗たすローの五乗がゼロっていうこと、これを使います。 つまり、この六個の和が全部、えっと、ゼロになるっていう事実ですね。えー、六乗根であることから、出てくる、えー。この性質を使って、えー、和を求めていきましょう。つまり、これ、えー、っと。一たすロータスローの二乗と、二分の一たす、二分の一ロータス、二分の一ローの二乗っていう風になってるので。結局、和を求めたら、二分の三になるじゃないですか。二分の三の一たす、ロータスローの二乗たす。 っていうにうに計算したのと同じになるわけですこれえっといくつまでやるかっていうとここでちょうど2分の3のローの線上までなのでローの線上までやればいいわけですただしえっと61から5まで足したら0になるわけですよねだから2分の3のえっと例えば1から、えっと5まで。 足したもので6乗以降は6乗でくくるとまた1から5までっていう形になって11乗までできるわけです。こういうのを永遠に繰り返していくと,、えー、とこれも全部0だしこれも全部0だしここも全部0なので、えー、0を周、えっと、期6で足していくことになるわけです。で、えっと、じゃあ最後どうなるかっていうと。 ここは、えっと、千を。六で割ると、百六十六たす四になりますね。ということで、えっと、ローの六乗の。百六十六乗で。え一たすローたすローの二乗たすローの三乗たすローの四乗で。千のところで終わるわけです。 こうやってだから最後の項は5乗まで来ないので、えっと、きっちり0で終わるわけではないっていうことですね。で、えっと、注意してほしいのはローの4乗は、えっと、このローの3乗ってマイナス1なのでこれはマイナス1なのでこれはマイナスローになるんですよ。っていうことはこことここ消えるんですよね。でマイナス1と1も消えてローの2乗が残るわけです。 でローの二乗っていうのはオメガなんですよね。2分の、えっと、マイナス1たする 3i の値ですね。えっとローの二乗っていうのは、えっと、変革が1 2 0度になってこれ6 0度なんですけどね。C 対イコール変革六6 0なんですけどこれ二乗すると1 2 0度になって、えっと、1の三乗項になります。というわけで。 えと答えは2分の3かける2分のマイナス1たすルート 3i というオメガの値ですね。この値オメガですからこの値オメガなのでオメガの値がだけが残ってこれは1ですからこの値は1なので、えー、と2分の3が前にここにあるので2分の3とあとずっと0が足されて最後の項だけが。 ここまででで全部0なわけです0の1なわけけすすのねここからここまでずーっとーここまで0が続くわけです。で、えー、最後の項は4のところまでしかないのでえっ、ー、とローの2乗だけが生き残ってここだけが生き残ってこの値がえっ、ー、と2分のマイナス1たすると三 3i で結局4分のマイナス3プラス3ルート 3i。 いうのが答えになります。これは答えですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ええー、と、この全化式が作れるかどうかっていうところが一つのキーになるかなと思います。ええー、と。ごちゃごちゃいじくっても、ちょっと。うん、まあ。そうですね。やり方知らないと、ちょっと厳しいかもしれないですね。 えー、このタイプの問題はえっとあまりそうですねその代表的な問題一般公を求める問題としてはえっと書いてないことが多いかなと思います。空気が異なる前科式というタイトルで、えー、乗っかってたりしますけれどもね、えっと、割と演習をやんなくてまあ参考官とか 対数、まあえー、を取る形とかその分数計とかに目がいってしまってねその解法をしっかりと覚えてたのにこれは、えー、とできませんでしたっていうようなケースはあるかなと思いますんで、まあ、こういうね、えー、ちょっと変形したやつもうまく処理できるように、ねえー、なってもらいたいなと思います。えー、そここまで難しいいいわけけけななどロかて引き算するみたいなことが まあうまくできるかどうかですね。解、ま、釈、あ、取るっていうのは一つの方法なので、えっ、ー、と、分かんなかったら解釈を取って引き算をしたりしてみてください。まあ、なんか道が開けることもあります。はい。というわけで、2014年度の早稲田大学の入試問題でした。えー、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。